皆さんこんにちは、オートデスクの吉田です。この動画ではレンダリング設定の作業手順について解説していきます。それでは早速メインツールバーのレンダリング設定ボタンからレンダリング設定ダイアログを開きましょう。まずはレンダラーがアーノルドになっていることを確認してください。 3DS Max 2021以降デフォルトのレンダラーはアーノルドになっていますので、最新バージョンをお使いの方は、特に設定をしていない限り 3DS Max を立ち上げた状態だとレンダラーはアーノルドになっているかと思います。ちなみにプルダウンを開くと、その他のレンダラーを選択することができます。デフォルトのレンダラーを変更したい場合は、メニューバーのカスタマイズからカスタム規定値の切り替えダイアログを開き、規定の設定から任意の設定を選択することで変更することができます。標準搭載されているレンダラーの中では、アーノルドが一番リアリティのあるレンダリングが可能ですので、今回もアーノルドを使用していきたいと思います。次にレンダリングするビューを確認します。通常は有効になっているビューがレンダリングするビューになっています。ロックボタンを有効にすることでレンダリングするビューを固定することができます。カメラビューの状態で固定しましょう。これでビューを切り替えてもレンダリングするビューはカメラビューに固定されるようになりました。次に共通設定タブの共通パラメータ項目から時間出力を設定しましょう。単一では現在設定されているフレームのレンダリングを行うことができます。静止画作品の時に使用するのがほとんどかと思います。アクティブタイムセグメントでは現在表示中のフレームすべてのレンダリングを行うことができます。デフォルトではタイムスライダーの表示は0から100フレームなので、この状態だとレンダリングは0フレームから始まり100フレームまで順番に進行します。範囲ではタイムスライダーの表示に関係なく、自分で指定したフレーム範囲のレンダリングを行うことができます。例えばタイムスライダーの表示が0から100の状態でも、レンダリング範囲が20から30だった場合はレンダリングは20フレームから始まり30フレームで終わりとなります。フレームの場合、自分で指定したフレームのみをレンダリングすることができます。単一のフレームをレンダリングする場合はフレームナンバーをそのまま入力し、カンマで区切ります。連番のフレームをレンダリングする場合は開始フレームと終了フレームをハイフンでつなぎます。例えば1フレームと5フレームの単一フレームと10から20までの連番のフレームをレンダリングする場合は1カンマ5カンマ10ハイフン20と入力することでレンダリングできます。次に出力サイズを確認しましょう。ドロップダウンリストを確認すると HDTV となっているかと思います。映像作品を制作する場合はこの状態でプリセット解像度ボタンから任意の解像度を選んでいただければと思います。ドロップダウンリストを開いてカスタムを選択すると自由に数字を入力することが可能になります。静止画作品を書き出す際は媒体や用途に応じて解像度を入力していただければと思います。次にレンダリング出力の項目です。この項目を設定しておけばレンダリング終了後にレンダリング結果を自動的に保存することができます。ファイルボタンを押すとレンダリング出力ファイルダイアログボックスが表示されます。任意の保存先、ファイル名、拡張子を入力して保存ボタンを押せば設定は完了です。アーノルドレンダラータブの設定に関しては、今回はサンプリング&レイデプスとイメージャーの項目を
操作していく予定です。サンプリング&レイデプスはレンダリングの品質に関わる設定、イメージャーはレンダリング結果のポストエフェクト、レタッチに関わる設定が行えます。それぞれが大きいトピックとなりますので、これらは次以降の動画で詳しく解説していきます。今回操作する項目は以上です。その他にもアーノルドのレンダリング設定にはいろいろな項目がありますが、最低限これらの項目はチェックしておいていただきたいと思います。それでは次の動画もぜひご確認ください。ありがとうございました。